ターシーズ。2003年8月3日。共にリーグ優勝を成し遂げた2チーム。オリーグ、遊戯王、そしてカリーグ、トヨタ自動車。一番トヨタ自動車、三宅です。ピッチャー武藤愛、今シーズンは19勝最多勝利投手となっております。オリーグ年間最優秀投手としてここまで遊戯王優勝に導いてきました。1対1同点。1番トヨタ自動車三宅、左バッターボックス、身長171センチ、ピッチャー武藤愛で1球投げました。大きくされたボール、125キロ。三宅今シーズンは良かったですね。一番としての役割を本当に全うしたシーズンでしたでしょう。守備も本当に素晴らしかった。飛びつきのあのね、シーズン中の、本当すごかったですよ。第2球投げました。で、これはまた外れてば、132キロ。非常に遅いんですけれども、力ある球です。このピッチャーというのは、時間が経てば経つにつれ、回が増すことにつれて、球速が、どんどんパワーアップしていき、通してあります。ワンアウト。一塁。三宅。構えた。武藤。一塁牽制。セーフ。いやー、しかしね、この行き詰まる。三宅と、このね、武藤のこの、一球勝負。2003年のね、ペナント戦争を制した者同士が戦えるこの舞台ですよ。今日は遊戯王の本拠地、デルケ登場から、生中継です。遊戯王ファンで、埋め尽くされてます。だいたい12歳から15歳の少年ファンが多いですね。さあ、投げました。打ったー。さあ、どうぞー、取ったー。飛びついて、どうだ。一塁、二塁、二塁、一塁、ダブルプレー。素晴らしいプレーが出ました。セカンド、ロバ。中流先もよく、ベースカバー入りました。素晴らしいプレー。悔しそうです。チャンスを、無駄にしました。スリーアウト。素晴らしいロバ君のね、これも三宅の、このね、同じ、ショートと負けじとね、自分も、ねえ、いいですね。これ飛びついて。奥、二塁。このグラブトスですよ。そうですね。ああ、これも、くるっと回転してですね。ちょっとこけましたけれども、一塁もね、上の内に行こう。いやー、これは見事。ローバー、いい仕事をしました。この回はですね、本当に見分けて終えました。いいところに行ったんですけど、ローバー君がいました。こけて、こけて、取って、そして投げるときもちょっとこけて、それぞれ二塁にね、投げれたんですね。すごいですよ、あの、キューツって言うんですかね。さあ、次は遊戯王の攻撃になります。さあ、いやー、これですね。スゴロク監督。さあ、4番のいい打順。城の内からです。
てて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 てシャムをですね、浜崎送ってまいりました。でんで、あ、失礼しました。16勝でしたね。トヨタ自動車が今シーズンのリーグ投手部門ランキングで3位までがこの、トヨタ自動車全部が選挙です。1位が諏訪、2位が浜崎、そして3位が高崎です。さあ、浜崎、別名シャム。第1球投げました。どうだ入った。超のうち、初球を捉えました。浜崎にお前の一発。今大会、シリーズ2本目のホームラン2号。超のうち。今、ゆっくりと、ホームベース帰ってきました。はぁ、2対1。はぁ、ユーヒオが1点を勝ち越してます。はぁ、浜崎のこの、初球からのこのゆっくりとした、不意をついたスローボールを、打ち返しました。ライトスタンドの方に、飛距離は推定130メートルでしょうか。5番の、サキス。右バッターボックス。サケ。浜崎第1球投げました。ボール。136キロ。シュートですかね。ちょっとシュート気味に入ってました。食い込んでいった感じ。シュートの130キロ台です。シャム。第2球投げました。振ってきた。かぶり。ストライク、ワンボール。ストライク、142キロ。サキースも、今シーズン、本当に城之内の次で、これ、5番の役割を、まあ、交代交代ではあったんですけど、15本というホームラン。そして、打点がですね、48打点。ホームラン打った割には、打点が少なかったんですけども、まあ、そこそこ自分的には頑張れたと。まあ、交代交代ですからね。普段はこう、福和寿司くんが入ったポジションでした。福和寿司くんが、このシーズンは抜けたと。3球投げました。キャッチャー取れます。フォーク、ボール。138キロ。ツーボール、ワンストライク。サーキス君も本当に腕のこの筋肉っていうか、ね、なんかドーピングやってるような感じですけど、一切本人は否定してましたけど、このね、サーキス君は、どの方向にも打てるっていうね。まあ、打って、届かないってことはまずないと。打ったらもう入るというですね、もう、90% 以上確信があるというですね。それほどパワーには自信があるってことなんですね。さあ、投げました。さあ、さあ、どうだ、抜けた、抜けました。ショートの当たりは抜けていきました。これは見送った形になりました。6番。センター。今日はセンターに入ってます。さあ、マリック。さあ、マリック。
右バッターボックス。今シーズンは本当珍しく盗塁も10個決めてます。マリックとしては盗塁珍しいですよね。しかしね、瞬発力ある選手なんですよ。洞察感というかね、オビッチャーを見切ってるんです、最初から。シャムハウスキー、第1球投げました。ボール。